島陽子氏の持論にフィーフィー氏が苦言。日本のフェミこそが日本の女性を低く見て無駄に権利を主張してると思う。ガネットで話題。内容はこちら。田島陽子氏の持論にフィーフィー氏が苦言を呈したようです。ではフィーフィー氏の発言を見てみましょう。フィーフィー、男性は女性を穴と袋としか思ってない。吉野家の発言は問題視されて、これは地上波で流れてもおとがめないんだからすごいよね。日本のフェミこそが日本の女性を低く見て無駄に権利を主張してると思う。しかも日本の男性に対するレッテル貼りがひどい。フェミの発言こそが女性にとって不快なんだけど、フェミニストの化石みたいなのにいちいちコメントしても仕方ないですね。ただもういい加減、そういった方々の声を垂れ流しすることに責任を持ってためらってください。大事なことは電波で流さないで、こういった有害で人を不快にするコメントはどんどん流しますよね。おかしいですよ、日本のマスコミ。田島陽子氏の持論はひどいものですよね。では次にネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。まあ歪んだコンプレックスはこんな方向に向かわせたような気がします。オフェミンって男性から素敵なトリート受けたことないんだろうなと勝手に想像してます。なぜそんな対立するのだ。本気で歪んだコンプレックスなのかもですね。次はこちら。ひえー、これを流すのを良しとするのはここ最近で一番不快な発言です。我が家はこの番組見てないから良かったですが、こんな発言を子供に聞かせられないです。こんなにも多くの人が不快になる田島氏の持論をテレビで放送するのはいかがなものかと思いますよ。次はこちら。僕は残念ながら男ですが、女性に対してそんな見方はしたことがないです。そんな風に思考してると思われているならばさらに残念です。ですがそうである以上はそう思われていると自覚した上で言動に気をつけていきます。女性に対してそんな見方をしている男性って本当にいるのでしょうか。最後はこちら。男性に対するレッテル貼りだけでなく、自分たちの主張に賛同しない女性を名誉男性と呼んで差別するツイッターの有名フェミニストも大勢います。女性にとっても不快であることは間違いないでしょう。おっしゃる通りです。このようなフェミニストの主張は逆に女性にとって迷惑だと思います。結論。フィーフィー氏のおっしゃるように、大事なことは電波で流さないで、こういった有害で人を不快にするコメントはどんどん流す地上波テレビ。テレビ離れが加速している昨今とはいえ、今もテレビ付けの人もいますからね。今回の田島氏の持論は、そういった人に悪影響を与えてしまいます。しかし、田島氏の持論というか妄想、常軌を逸してますよ。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。